日本は仕事が早い。収束に成功した日本の次なるコロナ対策に羨望の声。お疲れ様です。約2年の間、世界中の人々に多大なる影響を及ぼした新型ウイルス。あまりに長い戦いに疲れ果てている方がほとんどでしょう。一向に終わりが見えないように思えていたパンデミックですが、最近では日本国内の感染者はみるみるうちに減少し、ようやく希望の光が見えてきたように感じます。そんな我が国日本ですが、今後の備えが海外で話題となっているようです。早速触れていきましょう。岸田総理は10日夜に行われた記者会見で、新型コロナウイルスの第6波に備えた対策として、全国で確保するコロナ病床について、今回に比べて3割増の3万5000人以上が入院できる体制を今月末までに構築する考えを表明しました。また軽症者向けの宿泊療養施設に関しても、今回比2割増となる1万室以上増やすとし、さらに感染拡大時に無症状者への PCR 検査も無料化し、感染拡大に備える方針を打ち出しています。この件を米三大テレビ局の一つである ABC が報道。そこまで大規模な計画というわけではないはずですが、世界的に陽性者数が増加している一方で、日本は収束が進み、現在は小康状態といえる状況にあり、その中でも第6波への備えを進めているということで、 ABC の投稿には米国の人々からは称賛と羨望の声が相次いでいます。寄せられた反応をまとめましたので、ご覧ください。日本人は新しい状況に適応し、そして常に革新的。俺たちの首相も日本を見習ってほしい。日本人はマスクをしてるのにまだ備えが必要。何が言いたいの？日本の数字は見たことある。自分は今日本で暮らしてるからわかるけど、日本のこれまでの陽性者の数はこっちの一つの州かそれ以下だよ。彼らは事前に計画を立てている。日本は仕事が早いね。日本は収束した段階ですでにプランを立てているのね。しかも日本はすでに OECD 加盟国の中で人口1000人あたりの病床数が最も多いんだ。日本は 13.1 で、米国が 2.8、 英国が 2.5 ね。いかがでしたか？冒頭でも触れたように、あまり大きな計画ではないため、皆さん少し大げさすぎるのではと言いたくなってしまう部分もありますが、裏を返せばこういった対策が当たり前とされている国は珍しく、なおかつ恵まれているのだろうなと感じます。今の段階では確かに収束しているように思える日本ですが、感染者が減少した理由についてははっきりしていないそうです。そういったことを踏まえた上で、今後に備えているとすればとても良い試みですが、日本政府はたまに正しい対策ではなく余計なことをして、なおかつ国民が疑問に感じるようなお金の使い方をしてしまう傾向にあるので、お願いですから国民の大切な税金を大切に使ってほしいところですね。日本の行動が必ずしも正しいわけではないと思いますが、今回の対策については決して間違っていないと思います。慎重に行動することが安全な我が国を作っているのでしょう。そういった部分が他国から称賛される理由なのかもしれません。どの国にもいいところと悪いところがありますが、悪いところを踏まえてもなんだか愛おしく感じてしまう部分があるのでしょうね。皆様はどうお感じになったでしょうか？ご意見やご感想などいただけると動画作成の励みになります。この動画が良かったよという人はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。
次回お会いいたしましょう。